毎日お風呂で歌い続けて近所の人がファンになってくれた。あんた、いつもお風呂で歌ってる子やね。今日も楽しみにしてるからね。奥さん、たまには本当のライブに来てください。藤子ちゃん。楽しんでいますか？はい、ゴールデンウィークといえばですね、遠足とかユニバとか山登りですね、山登りとかバーベキューとか楽しいことがたくさんあるかと思いますけれども、ゴールデンウィークやけどお仕事の方、ぜひぜひもたくさんじゃんじゃん稼いじゃってくださいね。藤子はですね、5月5日に天王寺フープで歌わさせてもらいますので、よかったらぜひ皆さんね、遊びに行くついでに見に来てもらえたらと思います。はい、それはそうとですね、先週ライブ3日間連続でいろんな方にですね出会いまして、いろんな会場でライブをしたんですけれども、どの会場もね、いろんな人がいてすごい楽しかったです。はい、またね、思い出ができて嬉しいなって思ってるんですけども、このラジオでは藤子のキャラを知ってもらうためのラジオなんでね、普段ライブでは見せないところが見れちゃうのでね、この藤子チャンネルのアクセスも増えたらいいなって思うんですけれども、はい、まだまだ頑張ります。はい、それでは今日は早速コーナーに行ってみましょう。藤子コーナー。このコーナーはですね、皆さんの質問を藤子がお答えするというコーナーでございます。はい、今日はですね、ご投稿をいただいておりますので読ませていただきます。それでは早速、ペンネーム森のくまさんからありがとうございます。では読ませていただきます。はじめまして、藤子さん、もうすぐ5月ですね。いつも仕事でなかなか子供や妻に構ってやれないので、ゴールデンウィークに家族サービスをしようと悩んでいるのですが、何がいいと思いますか？ありがとうございます。いやー、いいパパですね。私もそういうパパと結婚したいです。はい、その気持ちがね、大事だと思うんですけれども、なんかね、しようとするサービス、家族サービスみたいなね、藤子はピクニックとか連れてってくれたら嬉しいですね。人混みの場所とより、ゆったりできるとこの方がね、子供さんは迷子にならなさそうですし、朝と昼はピクニックで楽しんで、で夜はパパが腕を振るってディナーとかだったらね、奥さんもちょっと喜ぶんじゃないでしょうか。ちょっと大変ですけどやってみてください。はい、ありがとうございます。それでは続いて、ペンネームまいこちゃん、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。私は歌手希望の17歳です。藤子ちゃんはいつから歌手を目指してましたか？ありがとうございます。まいこちゃん、17歳いいですね。藤子はですね、小学校の時から各種歌手になることしか考えてなかったです。はい、家族にはね、いつもバカにされてたんでね、負けるもんかと思ってたんですけど、まあ、バカにされることに負けないことが大事やと思って今も生きてます。はい、お互い頑張りましょう。ご投稿ありがとうございました。それでは、藤子ロリンの質問投稿方法はオフィシャルサイトの質問受付のところから、もしくはアメブロのメッセージからお待ちしておきます。それでは今日は皆さん、お互いのお互い別々の道ですけれども、一緒に頑張ろうねという曲を聴いてください。ベストフレンド。あの場所を君は覚えてる。毎日の出来事や悩み事をここでよくぶつけ合った。あれからどれくらいだろう、懐かしいよね。いつも変わらない君の笑った顔がまた誰かを笑顔にしてる。僕らあの頃はずっと
ていただきましたのは藤子コレクションの中からベストフレンドという曲でした。ありがとうございます。それでは続いてのコーナーです。とことの誰だか知らないか、人の言葉を聞き間違い、言い間違い、勘違いするやつがおった。ふじみみやわ。投稿者もやしさんからいただいております。ありがとうございます。先日友達とマクドに行った時のことです。友達がピクルスを取り除きながら聞こえるか聞こえないかの声で、俺キャビア嫌いやねんと言ったのを僕は聞き逃せませんでした。面白いですね。それでは続いて、藤子のおかんネタでもしようかしら。はい。藤子のお母さんは藤子よりもおバカさんです。藤子が久しぶりに母の家に遊びに行った時のことでございます。あんたお茶飲むかと言われ、ああうんと言ってお茶をまず出されました。あ、最近お肌にコラーゲンあんねんとコラーゲン入りのジュースが出され、あ、あんたココア好きやろとココアが出てきて、あ、最近ゆず茶自家製で作ってんとゆず茶が出てくる、あ、せやあんた喉大事にしないから生姜茶飲まななと、あたいはあたいの前にどんだけコップあんねん、お腹チャプチャプなるわと突っ込みました。まあお母さんの優しいとこなんですけどね。まあ気づけばその日はコップ5個ぐらい机の上に乗ってましたよ。はい。それでは続いて聞いてください。マーメイドガール。コレクションの中からマーメイドガールでした。ありがとうございます。それではここで告知をさせてください。5月もライブがたくさんあります。はい、というわけで5月5日ゴールデンウィークは天王寺フープでフリーライブ、18日31日は京橋ベロニカとなっております。どちらも金土日の曜日なのでぜひ遊びに来てください。詳細はブログでアップしております。インターネット検索で藤子ブログアメブロと検索してね。コメントお待ちしております。そして Facebook、Twitter もやっておりますので、そちらの方もいいねとフォローをよろしくお願いいたします。はい、それではですね、皆さんゴールデンウィークは楽しんでてください。それではまた来